はい、皆様こんばんは、としあきです。今日も始まりました、ラジオですね。ジムの合間に、ジムの帰りに、編集の合間にということで、今日も、ジムの帰りでも編集の合間でもなく、ただ車運転してるから撮ってるっていう感じで、このタイトルねまあまあいいかなと思いますけども、当てはまらない時が結構多いですね。前回もそうでしたしね。はい、まあ編集の合間っていうのは合間ではあるんですけれども、合間でちょっと買い物に行くのに車を運転してるんで、はい。ということで今回何を話をしようかなっていうと、鉄道のジャンルですね。ジャンルについてちょっとね、話していこうかなということで、何かっていうと鉄道の解説系、考察系、そんなジャンルですね。今流行ってるというか伸びてる、ジャンルですね。皆さんどうでしょうか。今回ちょっとね、新たな試みとしてアンケート連動型ということで、コミュニティの方にアンケートを貼りますので、よかったらそちらのアンケートに、答えつつまた聞いていただければいい、嬉しいなと思うんですけれども、で何を聞きたいかっていうと、その鉄道考察系、解説系の、動画好きですか、それともそんな興味ないですかっていうねことですね。で鉄道考察系、解説系で今伸びてるといえば、鉄坊主さんかなとか、あとタクミックさんですかねのチャンネルがねすごい伸びてるっていうことで、まあ伸びてるねジャンルはちょっとね、参入しようかなと思ってるのかっていうと、まあ本格的なのはやっぱり無理ですね。やっぱ編集大変だし、調べたりするのも大変だしね。でうちのチャンネルやっぱり車窓系なんで、まあメインもね車窓鉄道旅とか、あとまあ駅巡りとかもありますけども、やっぱりそういう風なそっち系がねメインなので、いきなりなんか変えるとかっていうことではないんですけれども、一応ね、聞きたいなと思って、でとは言っても、聞くっていうことはそっちにちょっと興味が、ね、私自身があるのかなって言われると、まあないことはないんですよね。で今ちょっとね思ってるのは、このラジオですね、このラジオで例えばちゃんとね調べたりとか、動画作るのは大変なんですけれども、こんな感じで今みたいに喋るっていうのはねそんな大変じゃないんで、例えば、四国新幹線についてとか、あとサンライナーですね、快速サンライナーがなんで廃止されるか私がね、思うこととかね、はい、あとまあそうですね、まあいろいろあると思うんですけども、そういうのをまあね、喋ろうかなと。特に解説系の動画っていうのはねあんまり作ってないと、今まで作ってないと思うんですけど、ただ車窓鉄道旅系でも、まあこの前のね快速サンライナーの動画とかだったら、配信されるのが分かりそうなね感じの乗車率だったみたいな感じのことを匂わせるようなサムネとかね、テロップとかね入れてますし、なのでまあ乗ってるとね分かったりすることとか、私もねこれぐらいだったら廃止かなとか仕方がないかなとかね、あとまあこれもっとね便利になったら乗るのになとかねいうことがいろいろやっぱり喋、ね、りたいことがあったりねするんで、そういうのをまあちゃんとね鉄道考察系みたいなね方みたいにしっかり調べてしっかり作るっていうことはしないと思うんです。前も言ったようにラジオね、このラジオは編集コストと、あとまあもろもろの、コスト、手間ですねをかけないっていうのが、目標とか目的というかそれなので、なのでちゃんと調べたりはしないんですけど、ただまあだから間違ったりすることを話すかもしれないんですけれども、まあでも私が思ってることですかねを中心にだったら別に個人の感想なんで別にいいのかなと思うので、そういうのをねやってみようかなとラジオで、はい、思ったりしてます。うん、まあラジオ形式だったら確か以前もね以前のラジオでもなんかやったような気もするんですけど、まあだからちょいちょいねそういうのは、まあ、嫌いか好きかで言うとまあまあねそんな嫌いではない、まあ喋れればっていう話のことですけれども、はい、なのでまあそういうのをねやろうかなと思ってるんです、ちょっと思ってるんですけれども、ただまあうちの視聴者さんがねどんなかなっていうね、もう全然そういうの興味ないからっていうのがねあれば、
まあちょっと考えますし、逆に興味があるよという方が多ければまあまあ結構ね、力っていうともさっき言ったようにあくまでもコストはかけないですけれども、いろいろたくさんね喋ったりとかをしてもいいかなと思うんで、その辺ちょっとね考えておりますと。まあうちのチャンネルもここからちょっとね、考察っていう話ではないですけども、鉄道系全般というかですけれども、まあうちのチャンネルはの初回の時も言った通り再生数もねまあまあ落ち気味ではないんですけども、波がありすぎるみたいな感じかな、あとチャンネル登録者数でいくと落ち気味ですね。もう明らかにチャンネル登録者数さんは減ってはないけど伸びてもほとんどないので、なのであと収益も、まあ、はっきり言うと落ちてるっていう、去年とかよりも全然落ちてるので、そうですね、伸ばしていきたいっていうこともありつつの、ベストジャンルね、ちょっと参入じゃないけどもね。まあ、であとね、今ちょっと、まあ、これも、これだけで話をできるんですけれども、コメントね、たくさん書いてっていうふうな、今、CM 入れてますけれども、コメントやっぱりね、たくさん書いていただける、まあ、ちょっとコメント返信がね、なかなか、コメントを書かせといて、返信をし、ね、なかなかしないのはってね、言うのはちょっと本当に重々申し訳ないなと思っているんですけれども、ただコメントを読ませていただいていますし、あと、コメントやっぱりたくさんね、入れてもらうと、そのチャンネルは、賑わっているというか、いいチャンネルという傾向で、やっぱり、他の方へのおすすめ欄に載るのも多分ね、上がるような感じがするんですよね。やっぱり Google、YouTube っていうのはそういうコミュニティを重視してるっていう感じなので、コミュニケーションがね取れてるようなチャンネルはやっぱり伸びやすいっていうので、まあ今チャンネル登録者数伸ばしたいなって先ほど言いましたけれども、まあそれよりもコメントとかね、そういうのも重視したいなということで、あえてっていうのかな、コメントを書こうっていうのね CM 入れてるんですけれども、なので鉄道考察系とかそういうねジャンルってコメントを伸びそうですよね。やっぱりそういう風なジャンルだと、例えば快速サンライナー廃止されて仕方がないかなっていうね、ことを喋ったら多分そんなことないってね言う方もいらっしゃるだろうし、いやいやその通りだってね言われる方もいらっしゃるだろうしっていうので、コメント欄もにぎわうと思う。まあもちろん嵐さんとか極端な、だからこうあるべきみたいな、なんていうのかな、他の方に攻撃するようなことはちょっとダメですけれども、そうですね、にぎわえばねいいかなと思う。人それぞれいろんな話もあるだろうし、あとまあ実際に快速サンライナーとかだったらね、乗ったらわかる、廃止される廃よく今まで持ったなっていうねだからまあネット、まあね、前から言ってますけど、サンライナーのことはね、はい、とかね、あと四国新幹線、ね、いろいろ、ね、今ね、どうなるのかなとかね、ありますし、あとまあ、四国の特急とか、まあ、四国のね、うちで言う、よく取り上げてる、隠れワンマン列車についてとかね、まあ、いろいろね、言いたいこと、あとダイヤ改正とか、ね、発表とかあったらね、それをもうね、いろいろ考察系も絡めてもいいね、話せますからね。なのでそういうのをねやっていこうかなということで、皆さんね、もう一度アンケート、コミュニティの方、コミュニティちょっと参加できない、今でもかな、タブレット系って今でも参加できなかったのかな、ちょっとねリンク貼りますけれども、もし書けなかった方は申し訳ない、見れないというかね、方は申し訳ないんですけれども、スマホとかパソコンとか普通に見れるはずなので、アンケートね、回答していただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですけれども、今日今回こういう風な考察系の話を入れましたけれども、今日ちょっとね2本撮りじゃないんですけれども、もう1本出そうかなと、何を出そうかなというと考察ね、今言ったので1本何かちょっと考察系をもう1本ちょっと作ろうかな、ちょっと公開どうしようかな、連続で出したらやっぱりしんどいかな、明日にしようかな、ちょっと考えますけれども、連続で出すかもしれないんですけれども、考察系のねラジオ1回やってみますので、そちらの方もよかったらこの後、はい、
続けて聞いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。みんな動画を見たらコメント書こう。チャンネル登録よろしくね。